駅舎や、ホーム、古線橋、鉄道車両が保存されている。道の駅愛いは、北海道網走郡津別町にある国道240号の道の駅、旧愛い線北見愛い駅跡に設置され、当時の駅舎、ホーム、鉄道車両が保存されている。2009年12月より、本駅を中心に販売されている、熊の形をした歌詞。 北海道産小麦粉の生地の中に粒あんやクリームなどを入れ四種類ほどを道の駅敷地内にて常時販売するほか東京や札幌といった町外での臨時出店も行われ好評を得ている。また生地には自家製豆乳も配合されている。主に茶色い皮であん、またはカスタードクリームを入れたヒグマ、タピオカを配合した白い皮にあんを入れた白クマ生クリームとあん入りの 生クマといったバリエーションが存在し、この高湖にはパンプキンやチーズベーコンといった期間限定商品も生産された。道の駅開設後、駅を運営するあよい新高校舎は十割そばと地元サンライズを用いた手作り豆腐に次ぐ新たな商品開発を拡散する中で今川焼きに着目、地元にちなんだ動物の形の焼き物を試行する中で、 熊が出没する地域であることから熊をかたどった形で開発する方向性とした。北海道庁の地域再生チャレンジ交付金を受け、2009年に愛宵地区で施設美術館、しげちゃんランドを営む大西しげなりにデザインを依頼し、赤ん湖温泉の木彫り熊をもとに構想を練り、荒々しい木彫りと対照的な腹が膨れた愛嬌のある形で腹の部分に案を入れる構造とし、 また、大西のデザインをもとに、シャツや、ストラップなどのグッズも展開された。当初は1日20から30個程度、年間400万円ほどの売り上げで口コミから、同等全域に存在が広まる程度だったものの、2016年1月に、東武百貨店池袋店での北海道物産展に、出展したことをきっかけに、SNS での拡散や、テレビ番組での紹介で人気が拡大し、 その後も2018年を除き毎年東部、池袋店への出店を行い2019年度には4249万円の売り上げに拡大した。出張販売は夏場の繁忙期を酒等期に限られており、通信販売を望む声もあり、冷凍品の販売の検討も行われたが、あよいに来てもらい出来たてを食べてもらうことに意味がある、として取りやめている。 また道の駅での販売についても当初のプレハブ施設が手狭になったことから木造平屋建てに改築し2019年1月12日には新売店熊焼ハウスとして開業している熊焼の好評を受け大空町東もことでは牛のキャラクターをモチーフにしたのんき焼きモ市では E フロンティアシステムズによるアザラシのキャラクターをモチーフにした モンタ焼きといった動物型の菓子が同等で複数発売されている熊焼きに関するカテゴリーありがとうございます。